はい、ちかぱんです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい。でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録して一緒に美味しいパンに出会っていきましょう。今回は荻窪パン旅、それでは行ってみましょう。 JR 中央線の西荻窪駅からスタート。北口に出たら左へ1分くらい歩いたところに藤の木はあります。こちら西荻窪の人気ベーグル屋さん、ポムドテールへ行くときに何度も目の前を通り気になっていたお店。看板にも書かれていますが、なんと創業は1937年という老舗店。8時半からオープンで、惣菜パンや菓子パンなど充実のラインナップです。こちらで購入したのはお惣菜パン人気ナンバーワンのチーズフォンデュ。茶畑にチーズ、ハム、ドライトマト、ガーリックの味わいが特徴的なチーズパンです。菓子パン人気ナンバーワンの藤の木クリームパン。舌の上でとろけちゃう滑らかなカスタードクリームがたっぷり。アーモンドスライスが香ばしく良いアクセント。お店の一番人気は塩パン。国産小麦を使っていてミルキーな甘い香りと味わい。バター感はそこまでしつこくなく、上にかかったゲランドの塩が美味しいです。チーズフォンデュの断面はこんな感じです。クリームパンの断面はこんな感じです。塩パンの断面はこんな感じです。距離にして 1.7 キロくらいなので歩けないこともないのだけれど、この日は電車を使って隣の荻窪駅へ移動。北口を出たら青梅街道を阿佐ヶ谷方面に3分ほど歩いていくと銀融詩人はあります。8時からオープンしていて、朝からパンかなり充実しています。こちらで購入したのはスイートブール。ブリオッシュ生地にクッキー生地の組み合わせ。ブリオッシュ部分がめっちゃ口どけよくって驚きました。発酵バターの上品な味わいも最高。クロワッサンは北海道産小麦にサトウキビ、沖縄の塩など材料へのこだわり。焼き色濃い部分のバリサク、ちょっとした苦味も美味しい。しっとりクッキー生地との一体感あるメロンパンは焼き色に惹かれて購入してみました。スイートブールの断面はこんな感じです。クロワッサンの断面はこんな感じです。メロンパンの断面はこんな感じです。最後に向かうのはパンとカフェ枝尾根。荻窪駅の反対側に出て、南口中通り商店街の中を通り、ちょっと横道に入ったところ、徒歩で3分くらいの場所に開放的なテラスが素敵なカフェが見えてきます。開店時間は少し遅めの11時からです。食パンやバゲットをはじめ、甘めなパンやこじゃれた惣菜パンなど充実な品揃え。こちらで購入したのは秋野菜のフォカッチャ。弾力ある生地にレンコンのシャキシャキ、かぼちゃの甘み、マッシュルームやベーコンの旨味が美味しい。何より自家製のバーニャカウダーソースがこれらの具材と超絶合ってるんですよ。アールグレイオランジュショコラ。アールグレイの茶葉の香りが心地よく、チョコの甘みとオレンジの酸味が口いっぱいに広がる贅沢なパン。栗とカシューナッツのカンパーニュ。むぎりとした食感のカンパーニュ生地に栗の優しい甘みとカシューナッツの香ばしさがめっちゃ合います。後味の余韻まで楽しめるパンでした。秋野菜のフォカッチャの断面はこんな感じです。アールグレイオランジュショコラの断面はこんな感じです。栗とカシューナッツのカンパーニュの断面はこんな感じです。ここまでの復習、荻窪パン旅、一言で言うと激戦区は何を食べても間違いないということ。荻窪西荻エリアは昔から美味しいパン屋さんが多い激戦区。晴れた日はぶらり散歩がてら巡るのも楽しいです。今回のお店、月曜日と水から土曜日までなら全て回ることができます。荻窪パン旅、参考になりましたでしょうか。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。